やっほー、今日は予告なしのショールームを始めてみました。さあ皆さん、私の何が変わったか分かりますか？何でしょう？ゲリラ配信です。何が変わったか分かりますか？正解者はいません。惜しい。髪色は変わっておりません。髪はね、染めてない。切った、正解です。髪を切りました。少しだけ、でもほんと5センチぐらい。今日は美容室に行ってきました。美容室で巻いてもらったので、ウキウキで配信をしております。サラサラになりました。トリートメントもしてもらって、サラ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 でございます。そう、あのいっぱい告知することがあってメモしてたんですけど、そのメモの紙を向こうの部屋に置いてきてしまいました。ニコ生11周年特番が決まりました。イエーイ。6期生は16時からになっておりますので、皆さん配信をご覧くださいませ。それか劇場にも遊びに来てみてください。6時スタートして10時から特別の方に移動ですね。4時からです。ラムネ飲みますか？ラムネ飲むのかな？わかんないです。まだもう一回再チャレンジしたい気持ちはありますね。あとアップトゥーボーイさんが11月21日の月曜日に発売されます。皆さんぜひチェックしてみてください。そして同じ日の23時59分にキットソンミーが締め切りでございます。月曜日は盛りだくさんです。お、バイト頑張って、ファイトファイト。メモメモ、あとアイドルビューティーブックさんがの予約が始まったのと、発売は12月13日だったけど確か予約は始まっております。ナッピさんとクルタンさんと私で表紙をさせていただいております。 HKT が表紙なのは数量限定だったので、ぜひゲットしてみてください。今日はパフェ食べなくていいの？今日はね、ちょっとパフェはこの前3軒はしごさせてもらったので、スポットライトのロケで3軒はしごしました。パフェをめっちゃ美味しかった。栗とかベリーとかシンデレラのパフェ食べたり、ぜひ福岡に来た方は行ってみてください。チャ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 。で、あのスポットライトの TikTok もほぼ毎日投稿されているので、そちらもチェックしてみてください。なんか裏側が多くて、いつも合ってるのって感じの瞬間とかが多いんですけど、そういうなんか素の部分とかもその TikTok で出されておりますので、ぜひ見てみてください。
お、最近のあったのメール取り始めたよ。嬉しい、ありがとうございます。メールは楽しく送らせていただいておりますなんかツイッターとかよりもメールの方がなんかプライベートというか素の部分が多い気がするので、ぜひ気になる方はもがめをチェックしてみてください。皆さんパフェ行ったことありますか？あのお店行ったことありましたかね？ YouTube にも上がっておりますので、見逃した方は、私もリアルタイムできなくてYouTube で見させていただきました。モバメの特徴は絵文字が大きい。そうです。なので初めての方はびっくりするかもしれないんですけど、コスパ良きコスパいいんだ。私のモバメは良かった。コスパ良くて結構送っちゃいますね。お、気になるのでモバメ撮ります。ありがとうございます。ぜひ撮ってみてください。ヘアケアやメイクなど知りたいです。モバメ撮ったら知れるのか。ヘアケアか。あ、今まで送ったことなかったかも。気になる方いますか？ヘアケア、私のヘアケアは、最近はヘアオイルはフィーノ使ってて、あと巻いたりする時の前につけるオイルはリファのやつをもらったので、それを今使っております。あとこの櫛もいただいたんです。ちょっとこっち向けたら鏡になってしまう。この櫛めっちゃいいです。いただきました。なんか今日美容室に行ったら髪質変わったねって言われて、なんかちょっと硬くなったって言われました。髪質がやっぱりいっぱいアイロンとかすると変わっちゃうみたいです。うん、魔法の杖ありがとうございます。ハートもありがとう。お、たこ焼きのグレーのたこありがとうございます。櫛もね結構違くて、普通の櫛で研いた時とこれで研いた時のまとまりとかが全然違います。ありがとうございます、くれた方。ハートバラありがとうございます。シャンプーは、わ、名前なんだったっけな。シャンプーはちょっと名前を見て、思い出せそう、忘れちゃいましたので、じゃあモブ目に書きます。そう、美容師はいつも通ってるとこはもう高校生ぐらいからずっと通ってるところだから、もう私の髪の毛を知り尽くしていただいておりますお風呂場にはあるけど今取りに行ってくる。その美容室で使ってるシャンプーを使ってます。名前がね分からん、分かりません、思い出せない。なんか本当にそのシャンプーに変えてから髪の色持ちとかも良くなったし、本当に良くなりました。グーグーグーで、フィーのヘアオイルもなんか賛否両論分かれるけど、私はめっちゃ好きです。フィーの匂いがまずいい匂いやし、まとまるし、すごい私は好きです。賛否両論、そう賛否両論
かれるけど私は好きです。髪質でも合う合わないがいるから。お、ガチャでモガミアバター出た。おお、おめでとうございます。賛否両論。そう、サラサラになるんです。アシャさん、アサシャンはしません。玉道館マロタそう、スポットライトでの絵を描くロンザイモンさんがゲストに来てくださって、みんなで絵を描いたんですけど、その時に玉道館が、躍動感をず、躍動、や、いや、じゃ、躍動感か。やばい、あんま喋ったらバカがバレちゃう。をずっと玉動感って思ってました。秘密で。ここだけの秘密。お、今日はの金曜ロードショーは、あなたの番です。らしいです。私、映画だけ見に行きました。ドラマは見てなかったけど。お、タコさんありがとうございます。あ、結婚してが来た。どうしよっかな、どうしよっかな。岩尾パフェ食べたい。めっちゃ美味しかったです。ベリーがすごくて、なんかなんていうんやろ、甘酸っぱい感じだし、パチパチも入っててめっちゃ美味しかったです。お、だるまありがとうございます。映画だけでも行けた。映画だけでも行けました。映画だけだったけど、なんかちゃんと紹介みたいなところもあったので、そう、よかった、面白かった。結構怖、グロくてびっくりしました。あ、内緒にした。わお、ハート、だるまありがとうございます。だるまハート。お、23日リセット当たった、おめでとうございます。また会えますね。23日はの6期生は私と渋井ちゃんとヒーローです。3人もいます。嬉しい嬉しい。やっぱり1人だと少し心苦しいんですけど、3人もいたら、じゃあ心苦しいじゃない、間違えた、心細い、心細いけど3人もいたら心強いです。ハートありがとうございます。間違えた、心細い。渋井ちゃんは久しぶりの、今日日本語調子悪い、悪いかも、今日あんまり喋ってないけん。ハートありがとうございます。同期っていいね、同期は安心しますね。うちは見つけてね、見つけます。私いつも全員の見つけてます。あ、くまちゃんかわいい、ありがとうございます。体調良くなった、良くなりました、ありがとうございます。かわいいくまちゃん、ハートありがとうございます。お、渋井ちゃんさっきラジオ生出演めっちゃ緊張してた。ちょっと見逃しちゃったな。ハートありがとうございます。初見ですになってます。初見ですが、多分初見ですになってますよ。ハートいっぱいありがとうございます。お、光るうちは探しやすそう。2ヶ月ぶりか、渋井ちゃん思い出すのが。ヒーローも結構久々だって言ってた気がする。もうリセットされたとか言った言ってましたよ。前髪が10年以上あったけど、奈々ちゃんを見て私も伸ばしてる勇気もある。嬉しい。みんなでデコ出しにしましょう。イエーイ。嬉しい、そう言ってくれる方って。
あ、朝ごはんは今日はサラダとご飯と目玉焼きとハムとアボカドを食べました。今日は朝昼ご飯って感じだったのでいっぱい食べた。だるまありがとうございます。そう、あきさんも伸ばしてるらしい。嬉しい。私は前髪ないあきさんめっちゃ好きだから嬉しいんです。伸ばしてるっていうのを聞いてこの前やったーってなりました。うん、星ありがとうございます。最近前髪がセンター分けになるんやけど、ななかのせい多分そうかもしれません。自然とみんなセンター分けになっていきます。あとセーターグッズが発売されております。予約なのでぜひ見てみてください。セーターグッズとは、あ、これ見せたか、関係ないけど、じゃん、福袋にこれも入ってあります。皆さん何を入れたか教えてくださいね。セーターグッズのデザイン可愛くないですか。タオルめっちゃ頑張って考えた。どうですか皆さん、見ていただけましたか。シャツのプリントはななちゃんが撮ったの、友達が撮りました。でもあれは結構前の写真です。 1、2年前。でもすごいお気に入りなので、わあこの写真使いたいなと思って。お、生誕ティー買います。嬉しい。グッズ予約したよ、ありがとうございます。生誕ティー予約完了しております。ありがとう、嬉しい。みんなでお揃いにしましょう。タオルがね、自信作です。私はそう、朝海に行った時です。あれ、この話しましたっけ。朝海に友達と行って写真を撮り合いっこしました。2年前くらい、多分2年前くらい。ここにその時、ここにあのブラックピンクのジェニーちゃんに憧れてて、ここにあのカラー入れてたから、そこの部分だけが白っぽくなってるんですよ、白黒にしたら。だからそれも多分みんな、なんでここだけってびっくりするかもしれないんですけど、そこだけ染めてたので、その写真になり、そういう白黒になりましたので、驚かないでください。朝から海おしゃれ、朝っていうかもう3時4時とか、日が、朝日を見に行きたくて、昇る朝日でも方向とか全然わかんないのに行ったら見れませんでした友達も方向とかわかんなくて、調べたけどあんまりわかんなくて結局見れずに終わりました。帰りに食べたご飯知りたい。うわ、何食べたかな、あの日。あ、覚えてないです、すいません。2年前の話なので忘れちゃいました。なんのこっちゃ。そう、見れんかったんよね。なんか計画的か計画的じゃないかっていう質問たまにあるじゃないですか。休日は計画を立てて遊ぶかとか、なんか旅行か。けど私はどちらかというとあんまり計画を立てないタイプなので。あ、ハートありがとうございます。で、友達もそういう子が多いので、もう行き当たりばったりみたいな感じが多くて、じゃあこのお店に行こうって思って行ったら閉まってるとかが結構ありますそう、その場のノリでね決めちゃう。
はじめましてななかちゃん、はじめまして、こんにちは。きっとソンミー何色買うか迷ってる。うわ迷いますよね。私はうーん、最近着てるのは、一番最近着たのがグレーとピンクのやつを最近着ました。でその次によく着るのはやっぱ黒かな。黒と青が結構私は着るかも。ハートパイありがとうございます。黒いハートめっちゃ可愛い。グレー、グレーか、私グレー大好き。早くキットソンに来てスタバ買って一括かな、一括したい。してほしい。写真を見たい。もうそろそろ届くんじゃないかなと思いますよ多分。そう、何の話しよったっけ。あ、そうそうそう、で私は結構白の帽子をかぶるかも。白のキャップ、キットソンミーの。黒もかぶるけど、やっぱしモノクロが結構かぶるかも。でも水色とかもなんかたまに、なんていうんですか、味変みたいな感じで着たらめっちゃ可愛いです。女の子はオーバー目にしてワンピースとかできたらめっちゃ可愛いと思う。パーカー女子好きなので、ぜひワンピースっぽくして着てみてください。私のおすすめの着方はパーカー着てワンピースっぽく着てポニーテールか団子かキャップかぶって長い靴下にスニーカーかブーツっていうかマーチンとかそっち系のブーツ。あ、めっちゃいいですよめっちゃいいですよ。ちょっと分からんけどめっちゃ好きです。そういう女子、厚底スニーカーとか履いてたらめっちゃ好きですね。でも全然オーバーで着ても可愛い気がする。トレーナー、パーカーにもう下もダボっとしたやつ着てとかめっちゃ良さそう。私はパーカーの下にいつも白いロンティーを仕込むのが好きで、ここから白い T シャツが見えるんですよ。とあと下にはみ出るのがめっちゃ好きなんですよ。伝わりますかね。オーバーめのロンティー着てパーカー着てそこをちょっと出す、袖とかを出すのがめっちゃ好き。わかりますかね。伝わるかな、伝わる。わかるかな、わかるよね。嬉しい。ってわかります。想像したら可愛いしかない。よね、みんな一緒。嬉しい。ユニクロのロンティーと、私は GU のロンティーです。伝わった、よかった。私はそれが好きです。あとはどんな感じで着るかな。ロンティー、うん、そうそう、それレイヤード、それです、それです、それです。もうそれでしかない。レイヤードを、そうそれがめっちゃ好き。ハートありがとうございます。結構スポーティーっていうか、なんてやろ、ストリート系のファッションもすごい好きなので今回パーカーを選びました。ニコ生またラムネ早飲みあるかな。あります、まだわかんないんですよね。私もあれば本当に自主練します。わ
田駅前のイルミネーション見た。そう、昨日見たんです。見たというか通りかかったのでついでに写真を撮ってもらいました。ハートありがとうございます。あとはどんなファッションが好きかな。でもロングスカートが多いです。私最近、今日もロングスカートを履いて美容室に行ってきました。ロングスカートが可愛い、最近のハマりです。ロングスカート、ハートありがとう。イルミネーションってテンション上がるね。確かにめっちゃ上がります。おーってなります。こんな早かったですっけ、イルミネーション。ハートいっぱいありがとう。そうですね、公園はミニスカートが多い多い。普段はね全然履かないかも、ミニスカート。うん、ワンピース系が好き。でも本当変わりました、好みが。久しぶりのショールーム、そういえば。あ、11月中旬か。じゃあ、レイヤ姫とココハ様がありますが、ナナカちゃんは何ですか。呼び名、呼び名ってことですか。呼び名かな。レイヤ姫とココハ様ってどっち、江口ココハちゃんですか。ハートありがとうございます。あ、月食、月食あれですよね、月のやつ。あれ、その日は公演だったんです。みんなだから見れなかったです。楽屋ではめっちゃ話してました。なんか月赤いらしいよって言って言ってたからそう、感じ怪月食、皆既月食、あ、それ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 皆既月食でしょ。知ってますよ。それは見れなかった。見たかったけど、なんか月が赤かったらしいですね。帰りに見たけどただの満月でした。見たかった。次見れるのはもう何百年後って聞いてびっくりしました。もう無理やん、無って思って。ハートありがとうございます。ちょうど見れなかった、悲しい悲しい。皆さん見れましたか。お、ハートいっぱいありがとうございます。長生きすればワンちゃん、確かに。そんな諦めたらダメですよね。諦めないぞ、私は絶対に見てやる。なんか急にショールーム始めたのに皆さん見に来てくれてありがとうございます。いつもの皆さんも欠かせず来てくれてありがとうございます。夕食は何を。夕食は野菜スープと唐揚げとアボカドと、あれ、なんだと、あの巻き寿司を食べました。300年後、300年後か。お、だるまハートありがとうございます。
なんか今日何時にできるか分からなかったから予告なしでやってみようと思って挑戦してみました。みんな来てくれてありがとうございます。結婚してありがとう。考えておく、考えておくね。アボカドねめっちゃ好きなんです私。モガネのショールーム来るしかないっしょ。嬉しい、ありがとうございます。ナナちゃんに出会って何気ない日々も特別な日に変わっている。 HKT に入ってくれてありがとう。嬉しい、温かすぎるその言葉。嬉しい、入ってくれてありがとう。嬉しい、こちらこそいつもありがとうございます。もこもこあったかいよ、めっちゃあったかい。お、たまたまスマホいじってたら通知が来た。あ、ショールーム始まった。ナイスタイミング、運命ですね。ハートありがとう。次のシングルは握手会行くぞ。ぜひお待ちしております。次の機会もあればぜひ皆さん直接会いましょう。ハート、バラありがとうございます。この世界に生まれてきてくれてありがとう。こちらこそ、こちらこそありがとうございます。お、カウントダウンライブに向けてヒーター内蔵ベストが、ヒーター内蔵ベスト、すごい、何ですかそれ、めっちゃあったかそう。皆既月食はだいたい3年に1回ぐらい。え、あれ、また種類が違うのかな。お、来週会えると思う。私仕事頑張る、頑張ってください。来週からがもうすごいよね、めっちゃ会える。ハートありがとう。23日でしょ、26でしょ、27、28、恐ろしい、4回もありますよ。キー、すごい、こんな機会ありますか。とても嬉しいことです。そうや、よかよかもある。そうだった、30日、よかよかな。あ、違うか、何日だったっけ、ちょっと何日だった、待つだった気がする、まだわかんないか、楽しみ。よかよか、いや何日かわかんなかった。すいません、聞いてないことにしてください。適当に言っちゃいました。23、そうです、ん、祝日2公演です。パジャドラとリセット公演。そうなんです、この前の秋吉さんの生誕祭の時にもともと体調がちょっとよ、なんか悪くて、ちょっと悪いけど全然気にしないでやってたら、最後の方にと思ってやばいと思って、でもスピーチをしてる時だったからさすがに、でも倒れちゃったら大変だと思ってはけさせていただきました。私は引っ越しましたの投げるのをもう誰にしようってもう考えてたんですよ、あの辺にいらっしゃった方なのに投げれなくて悔しい、悔しかったので23日また
かり投げたいと思います。でもちょっと休んだら全然元気になったのでお見送りもできました。だるまありがとうございます。ハートもありがとうございます。23日公演行きます。お待ちしております。楽しみ。探しますね。いくのちゃんいる？いくのちゃん見てる？みんなツイッターのいくのちゃん見ましたか？やっぱり可愛かった。もう一個可愛いのがあったんですけど、それはまた後ほどあげようと思います。優しい。みんな無理しないでね。気にしなくて大丈夫。優しい。体調が一番。ありがとうございます。本物か分からんけど偽物かも。ちゃん行く、ちゃん行く。います。いくのちゃんって本当に可愛い。あの動画出した日にずっと二人でブーちゃんとブーちゃん劇をしてました。体調に気をつけてありがとうございます。皆さんも気をつけてください。最近は寒かったり暑かったりいろいろあるので体調には気をつけてください。お、アバター当たった。おめでとうございます。すごい。あ、これ選べるんだ、性別が。ハートありがとう。そう、今日はあんまり長くはできないので短めに短めにします。え、ポテトチップスちゃんぽん味。すごい、初めて聞きました。それ果たして美味しいのか、味を教えてください。ブーちゃん劇は何です。何やったっけな。まずブーちゃんと一緒にあのヘアゴムをキックし合ってやったり、あと何したっけな、なんか逮捕しますとか言って遊んでたら本当に外からピーポーピーポーって聞こえて、迎えに来たよとか言って、ほんとしょうもないことを二人でずっとやってました。楽しかった。かわいい。本当にいくのちゃんの相棒はあのブーちゃんです。お、本物やない。いくのちゃんいるよ多分。これいくのちゃんかだったら覗いてるじゃん、ちらって。楽しかった。ブーちゃん劇。今が何分だ？34分。40分ぐらいに終わろうかな。いくのちゃんいるよーんって、ありがとう。いくのちゃん、みんながショールームを待ってるよ。いくのちゃんがブーちゃんと遊んでる姿をみんな見たいらしいですよ。ハートありがとう。お、いくのちゃんアバ当たったって。おめでとうございます。私が通訳をします、いくのちゃんに。ハートありがとう。そうよね、確かにいくのちゃんと二人でライブしようかな、いろいろ落ち着いたら。豚ちゃん、お久しぶり。
野中ちゃんバーが当たらない。当たれー、当たりますように。どうしたらもがねこさん、もがねこさん買えますか。道にいるので拾ってください。ハートありがとう。お久しぶり。何日ぶりかな。みんな、みんなアバター当たれー。お、サンパルスのライブ行くよ。楽しみにしてます。皆さん楽しみましょう。そろそろ読もうかな、ランキング。ランキング、13位からいきます。13位、しゅうくん、ありがとうございます。12位、たかさん、ありがたか0925さん、ありがとうございます。11位、ロマノさん、ありがとうございます。10位、デルファイさん、ありがとうございます。9位、かいこうさん、ありがとうございます。8位、キズスゆうたろうさん、ありがとうございます。7位、伊沢さん、ありがとうございます。6位、ゆずごしょうさん、ありがとうございます。5位、八六さん、ありがとうございます。4位、アヒルンさん、ありがとうございます。3位、あずまいしさん、ありがとうございます。2位、ようちゃんさん、ありがとうございます。1位、しぶたさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。急だったのに来てくれてありがとうございます。皆さん、またゆっくり会いましょう。いろいろ告知したので、ぜひツイッターに詳しいの書いてあるので、ぜひ見に来てください。何回かお見送りで大きく手を振ったけど覚えてますよ。こうやってやってたの、めっちゃ覚えてる。メールまだ来るかな。メール送るよ、待っててね。皆さん、ありがとうございました。23位、イクロリナって、あ、めっちゃ噛んだ。イクのリナって自分で言ってる、かわいい。23位にいるの、イクのちゃん。ほんとだ、23位におる。めっちゃ上やんありがとうございました。また会いましょう。じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみー。